はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は AFK アリーナの動画撮ろうと思うんですが、なんかよくわからんけど、不具合がありまして、チケットね、ガチャチケ30連分と、ダイヤ3000個っていうのがね配られたので、せっかくなのでね、動画で、ガチャをね引いてみようかなと、いうことで、撮ってますってことですね。まあ、30連分とダイヤで20連引ける分あるとあるので、50連かな、引いていこうと思いますってことで、いけ！さあ、まあ正直ね、レアが出るのはね構わない素材になるので、これはね悪くない。全然次これは良くない。おし、さあ、なーら最近よく出るね。そしてまあレアも4枚出たから、そんな悪くないか。30連目チェックすんの、チェックしとこう。いけ、レアが割と出てる方かな。まあでもここまでだと半々か。さあ、でもこれはいい。エリートが来る。Tだ。あんまり使ってないとこだな。そして、ちょっとね、残念かな。レア3枚か。で、ここからはチケット終わったので、ダイヤの分であと20連。いけ！おっと、まあまあまあ、エリートがね、そこそこ出てるけど、レアも欲しい。お、ロアン。そう、ロアンはね、動画じゃないところでは何度か引いてるんですが、まあ動画で引いたのは初めてかもしれない。そして今回の、ラスト50連目。逆から行くか。おっと？まあ半々だね、ここまでレアは。そして、まあレア、これはかなりいい。ある意味エリート出なくても、これは6枚出れば割といい方かな。ってことで、まぁ、ちょっと最後地味だったけど、50連してみましたよと。そして、なんか溜まったので、最後に、もう一回エリートが引けるかな。ただ、ちょっとどの陣営引こうかを全然考えてなかった。ちょっと待って。ちょっとね、動画外で、ファリオさんを引いたので、グレイブボーンにも伝説英雄が、加わりましたという報告はしておきます。そして、お、結構なんかグレイブボーンの餌が揃ってきたな。伝説、これも、でもまあ神話まではね、遠いけどね、きっとね。どうしたものか。間違えた。どのガチャ引こう、最後あれ。そうだな。まあ一応今のところの状況としてはこんな感じなので、ブライトはね、神話を作っちゃったからあんまり素材がまだ溜まってなくて、鏡面クリスタルの問題で言うなら、レベル161以上にできるキャラをね、あと2体、まあファリオがね、鏡面クリスタルの中に入っちゃってるから、まあ外に出したりしなきゃいけないんだけど、まああと2体ね、伝説を作るっていうのが次なる目標って考えたときに、素材のレアが多そうなのはグレイブボーンだったかなっていうのはあるんだけど、どうだろうな。ババリアもババリアでありだな。あ、ババリア。ベルディアはね、エピックプラスを作りすぎちゃってて、逆に伝説まで遠い気がするんだよね。グレイブボーンかババリアかな。あとね、ちょっとシナリオ、そうだ、忘れてた。シナリオ進めてたら、王座の塔かな。なんか、属性ごとの塔っていうのができて、まあこんな感じでね、一応11回まで、今日の分はね、進んでるんですが、
昨日のやつはね、そう、グレイブボーンね、キャラがね、足りなくて、8回まででしたねっていう感じかな。そうだな、だからね、ベルディアとブライトは結構戦力整ってるので、ババリアかグレイブボーン引こうか。どっちがいいかな。じゃあ今回はババリア引こう。なんか新キャラも出てきたみたいだし、まあもしかしたらね、ここで出るかもしんないってことで、じゃあ最後にね、これババリア引いて終わりましょう。さあ何が来る？おっと？あー、持ってないやつだったけど。めっちゃ喋るようになったな、英語で。一応ね、持ってないキャラではありましたが、新キャラではなかったねって感じかな。この人はね、敵では何度か出てきてるけど、どうなんだろうね。はい、というわけで、まあ今回はね、なんか、不具合のお詫びってことで、いっぱいガチャを引かせてくれるようだったので、動画にね、撮っておこうかなと思って撮りました。ということで、今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。